173cm、82kg、川村智也。一番新しい団体なんですから、でまず早速大阪へ来させていただきました。皆さん大阪ありがとうございます。ありがとうございます。そしてまだ今日の大会も終わってないんですけれども、次回大会 もう決定しております。6月23日ここです、ムーボンアリーナです。そしてなんとですね、レザーフェイスがやってきますこの会場に。しかもカナと一騎打ちを行います。
そして僕とですね、ダイヤモンドプロレスの僕の親友なんですけど、山川隆二がもう7月15日に引退しちゃうんで、ちょっと2人で組んでこう回るんですけども、ここでですね、僕と山川君でゼウス・ボディガーさんと戦わせていただきます。皆さんぜひお願いします。で、そんなわけで大阪にもまた頻繁に行きたいなと思っています。で、そんな我々もですね、大阪の皆さんに代表をこうご紹介させていただけないなと思いまして、ご紹介いたします。レスリングニュークラシック代表の高島です。高島です、よろしくお願いします。後楽園ホールの方で、24日の日に旗揚げさせていただきまして、今日と同じようにちょっと挨拶もさせていただいたんですが、あまりに段取りを無視した進行の結果ですね、今日は田地さんにちょっと助けていただく形になりました。ちょっと粒の素人なので、一言だけちょっと、ご挨拶させていただければと思います。本当に大阪は今後も引き続き定期的に力を入れて、この WNC という団体来たいと思ってますので、大阪の皆さんにもぜひこのレスリングニュークラシックという団体をですね、覚えていただき、そして好きになっていただけるように、僕も微力ながら努力していきますので、皆さんまたよろしくお願いいたします。代表だいぶ困られた感じが出てきましたね。あれ後楽園だともうこんなになっちゃってて終わったら腕がつったって言ったんだよね。すいません。じゃあ代表、はい、ビシッと締めてください。はい、初めて、今日の、この WNC が、今日からスタートしますので、厳しい目を持っていただきながら見ていただいて、必ず楽しいものを、提供できると思っています。また来月再来月と、大阪の方では興行を進めていきますので、今日来ていただいた方はまた次回必ず来ていただけるような、そういった大会を続けていきたいなと思っていますので、今後も皆さんよろしくお願いいたします。代表今のよろしくお願いいたしますね、ビシッと閉まるのかなと思ったら、なんかこのだからなんかなさって、いや僕ですか、閉めていただいて、ね、どうやって閉めましょう。そうですね、どう閉めてもらえますか。やっぱりここは一つ気合を入れてお願いします。では気合を入れまして、なんでしょうか、スリーツーワン、ありました、何もないんですよ。俺も結構今困っちゃって、この後どうしようかなと思ったんだから、閉めるのがいいんですか。私もそれですよね、はい。本当これ何も決まってないですから、この場で考えて、それでは2人一緒に皆さんよろしくお願いいたしますって言いましょう、はい、それでは皆さんよろしくお願いいたします。レフェリー日向小春、you
だからYes!
Oh!
いいよでいいよ。うるせえな、頑張るせんじゃん。レフェリー、玉川克実。お兄ちゃん、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 
ねえ、おお、まあ、どうしてくれ、うん、うん、やおお、あ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 、
緒に行こう、一緒に。おーおー、これが来た、これが行けよ、お前行け、へっ、へっ、先行けよ、行け、you
ろ。
Thank you.
Yeah!
Oh,
Oh!
Hey, 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 right, of course. Please.
Thank you.
好きよ好きよ。
選手。レフェリー玉川克美。5分経過。離して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 
気張ってて感じまったてる感じまったよグルーバッドロー決めちまうわ。